フランソワ・ラリュエルは、フランスの哲学者。国際哲学コレージュとパリ第10大学南テールで、教弁を取った。1970年代初頭から、執筆活動を開始し、これまでに約20冊の著作を発表している。高等師範学校の卒業生である、ラリュエルは、非哲学という概念を提唱したことで知られる。現在、国際非哲学機構のディレクターであり、 非哲学の運動を推進している。10年前までのラリュエルに対する評価として、スコットランドの哲学者、レー・ブラシエは、今日、ヨーロッパで活動しているように知られざる哲学者の中で、最も重要な人物と述べている。また、ジル・ドゥルーズとフェリックス語りも、ラリュエルは、現代哲学の最も重要な課題の一つに、取り組んでいる人物として捉えていた。英語圏における、 ラリュエルの著作の需要は、ほとんどブラシエの尽力によるものである。ブラシエは2003年のラディカルフィロソフィーにラリュエルの非哲学についての考察を寄稿した。また著作、ニヒルアンバウンドで開始された自らの研究プロジェクトでは、非哲学のいくつかのアイデアを批判的に取り入れている。昨今、ラリュエルの国際的な需要はますます進んでおり、1年の うちに数十冊もの著作が英訳されている。ラルエルの英訳を発行している出版社としては、エディンバラ大学出版会、コンティニウム、パルグレーブ、マクミラン、コロンビア大学出版会、アーバノミック、シークエンスなどがある。ラルエルは、自らの仕事を5つの時期に分割している。すなわち、哲学1、哲学2、哲学3、哲学4、哲学5である。 哲学一にて、ラリュエルは、ニーチェ、ハイデガー、ドゥルーズ、デリラの概念を転覆しようと試みている。この初期の時点で、すでに、哲学に対する超越論的な姿勢を取ることに、対するラリュエルの関心が伺える。哲学二では、哲学それ自身に対して、超越論的なアプローチを展開しようとする確固たる努力がなされている。しかしながら、 ラルエルが述べるところによると、非哲学プロジェクトが本格的に開始されたのは、哲学さんの時期に入ってからである。ラルエルによれば、あらゆる形態の哲学は、ある先行する決定がなされた上で構造化されているのだが、どの形態の哲学も、その決定については、構成的に盲目であり続けているという。ラルエルがここで述べる、決定とは、 世界を哲学的に把握するためになされる世界の弁償法的な分割のことを指している。ラルエルは哲学のこの決定的構造は非哲学的にのみ理解することができると主張する。この意味で非哲学は哲学についての科学なのである。ありがとうございます。